皆さんこんばんは。食べたね。こんばんは。という感じのタイちゃんとタックンです。はい、ということで本日の動画は、はい、コナンくんさんの船だ。本日はね、コナンくんの、フードとグッズを皆様にシェアさせていただこうかなと思います。スケジュール的に言うとね、コナンと常設と言われている、はい、コナンくんのアトラクションオープンとともに他にもフードが出るんですけど、またそれはそのタイミングで皆様にシェアさせていただこうかなと思いますので、今はもうね、現時点でクールジャパンのフードとして出ているロンバーズテラスの方に行きたいと思います。はい、はい、フードの後にグッズを皆さんに見ていただこうかなと思いますので、まずはフードに行きましょう。はい、せーの、ゆうこんち。スモーキーベリーティーでございます。はい、なんかね、最近ちょっと自分でドリンクをスモークするみたいな流行ってんの知ってる？あ、そうなんや。そう、なんかね、ウイスキーとかを上にこうなんかスモーキーキットみたいなのが売られてて、なんかなんとも今時の流行りに結構乗ってくれる USJ っぽいなっていうのが、確かにですね。いただきます。今日はね、ちょっとよりスモーキーな香りを味わうためにホットにさせてもらいました。ちなみにホットかアイスかは選べます。めっちゃスモーキー。あ、そうだ。ここあんま分からんかったんやけど、口に運んだ瞬間めっちゃスモーキー。あ、そうなんや。美味しい。芳醇。芳醇。あの、多分ね、ベリーとスモークってすごく相性がいいんやな。ベリーの酸味とかベリーの香りをスモークによってなんかね、より奥深くしてくれたっていうような感じなんで、スモークのなんか食品がそんなに得意じゃない人って結構おると思うから、そういう人にとってはね、結構ね、苦手なんかなと思ったりするんやけど、俺的にはスモークの中でもそんなに癖のない方なんじゃないかなとは思います。あ、これはすごいね。身内あるわ。めっちゃただのホットティーじゃないんで、これちょっと試してほしいね、みんなに。みんなどう思うやろっていうような印象です、正直。俺は大好き。美味しいと思うし、なんかここでしか飲まれへんっていうような、結構付加価値の高いようなドリンクだと思うんで、これほんまに試してほしい。好き嫌い分かれるかな。分かれると思う。俺ちょっと一口もらっていい？ちょっとそやな、俺結構苦手な方やスモーク。やんな。ちょっといただいてください。はい、どう、タックン的には？俺飲める。かなり高級感あるから。なんかね、飲みやすい、めっちゃ、ね。僕はホームズの弟子だからさ。I'm a Holmes apprentice。 ゆうこんち。こちら、はい、コナン、名探偵コナンのシーフードカレー、パンチャウダー、はい、パンチャウダーですね、珍しい。結構聞きなじみのないワードよね、カレーから、はいはい、あ、うわそう、待って、ちょっと待って、グーゴロ、やばくない？うん、グーゴロ。え、いや、そこいや、違う、え、そこじゃなくない？待って、こっちか。いや、そっちやなと思う。こっちやね。え、これさ、俺ちょっと薄々そうなんかなって思ってたんやけど、今シーズン一番の高コスパ食品かもしれへんな。かもしれんね。これ何倍だっけ？1200円。1200円、うん、やっと思うんだっけね。腹に結構パーンきそうな感じ。パンチャウダーだけどね。あの、スタッフさんが言ってたんやけどね、イカフライってなんか言ってたんや。え、あ、うん、そうなんや。だからほんまお兄ちゃん言うようにコスパ結構いいかもしれん、うん、ね。じゃあちょっと味を、味ね、いただきます、はい。
あ、もうなんかルーだけでね、一回片手あれお兄ちゃん置いといてあげようという。優しい弟。味はね、うん、辛くない。あ、辛くないんや。ごめん、信用できへんな。フライの部分いただいてもらっていいですか。これ、ね、ちょっと気になるね。手でいっちゃっていい？うん、手でいきましょう。パンやわ。え、パン。ちょっと割ってみる。ごめんね。100% パン。ちょっとその真実確かめてもらっていいですか。おまかな、うん、あのミリ単位の1個入ってるかもしれんから、中に。俺の聞き間違いやと、ほら。あ、パンですね。もう一つちょっと割ってみようか。いや、そんな、うん、一緒やろ。イカフライが入ってるってスタッフさんは言ってた。イカリングが入ってるって言ってはった。じゃあそれ多分こっちのことやな、うん、その中のことを言ってはったんちゃうかな。あ、バカかと言う、うん、あ、パンですね。あ、そうやね。それちょっと、ね、タックの聞き間違いやな、それは。じゃあごめんなさい、はい、でもなんかね、あの揚げパンっぽい感じ。はい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 、おい、うん、しい。やばすぎる。ほんまうまい。タックカレー好きやもんな。あれ、バカ好きやな。わかった、これ多分あのくり抜いたパンあげたんや。あ、なるほど、ひらめいたぞ。 SDGs というやつですね。これはくり抜いちょっとね、タックはちょっと辛み強すぎるんで。そうやね、あの家内のちょっと NG な僕もちょっとねカレーいただきたいと思うんですけど、いただきます。全然かな、これ。あ、いける。あ、よかった。もう自分で自分信じられへんくなってる。バカやねん、舌。あ、じゃあ舌も。で、ね、これはね、はいはいはい、まあ、変性器型蝶ネクタイっていうかな、変性器蝶ネクタイっていうかな、はいはいはい、ちょっと一回つけてや、クッキーじゃない。そやん。クッキーよ、これ。ちょっとこれだけいただいていい？ちょっと推理して。うん、甘いですね。あ、そうなんや。デザートクッキーです。へー、これデザート部門でここにちょっと置いてくれてるということで、ね、いいんじゃない。だから1200円で、まあ、お腹も結構たまると思うし、うん、まあ、スイーツまでついてるということで、はい、で、お口直しまでついてるということで ね、もうこれレストランですね。ロンバーズ、ここに真実はいつも一つと書いてくれておりますので、もうこれ、まあ、コナンファン、コナン君ファンならずとも結構ね、おすすめフードにもこれ入っちゃいますわ、絶対。確かに、はい、だって1200円でこれ入ってんやん。これおかしいよね、サイズやばない、これほんまに、うん、今までの USJ じゃ考えられへん大盤振る舞い。え、ほんまに食べていい？いいよ、いいよ。いただきます。あ、うまい。はい。あ、もうこれ、最高フードです。語らずしてやる。決定です。美味しすぎる。これやわ。あ、これ。もうこれやわ、いただきました。え、何やったっけ？紫キャベツのピクルス。あ、そういうことか。これでいいわっていうぐらいのレベルです。ほんまにうまいわ。これ1200円って、もしかしたらもうこれ多分ね、あれも豪昌先生のポケットマネー入ってんちゃうかっていうぐらい。おごり？うん。1号はとってもいいです、これ。正直。豪昌さんの300円おごり。そう、今のね、今のご時世やったら、1号でも全然おかしくないレベルの出来です。ひたパンみたいやけどね、なんか見た感じ。えって。始まった。ポッキー始まりました。ゆうこんち。Let the summer
はい、ということで、はい、グッズを見ていただきましたが、はいはい、いかがでしたでしょうか。ブリバーヒロアカと一緒でビバリーヒルズギフトとシネマ 4D ストアの2カ所になったんですが、ちょっとね、今回こちら購入させていただきました。平時の綿棒たっくんがね、もうどうしてもここに書いてるね、ちょっとモノマネ対決をしたいということで、名言セリフモノマネ対決しよう。一つ言えることは、ちょっとコナン君のね、はい、ファン結構マニアな方多いから、あの怒られるの受け負いやで、言うのけどモノマネなんかしたら、はい、まあ、特にね、まあ、コナン君の中でも平時って結構胸キュンキャラやと思うから。キャラやあ、でもまあ言ったらあれやろ、ベジータやろ。言うたらベジータとか絶対言わんほうがいい。いや、中の人はね、中の人、その声優さんベジータやろ、うん、まあそうや、だからベジータ俺できんねん。できんねんとか、まあ、まあとりあえずじゃあ、うん、このね、綿棒のこの棒の部分にあの平次のセリフが書いてあると。そうそうそう、いうことなので、いいよねこれ、好きな人は、うん、これ開けて引いたセリフをちょっと言うっていうことや、言っていこうか、うん、どっちがちょっと似てたかと、まあ、コメント欄で書いていただければと思いますので、ね、先に言っておきますが、すいません、謝っとくか先に。じゃあ、たっくんから行く。はい、いいです。あ、でもあの爆殺シーン撮ろうか。ちょっと。はい、いただきました。はいはい、悪いな工藤、今回は俺がええとこ取りや。悪いな工藤、今回は俺がええとこ取りや。まあ、どっちも似てないよっていう方はね、どっちも似てないよってコメントいただければと。アトラクション始まったらさ、アトラクションの動画とかね、皆様にシェアさせていただこうかなと思いますので、ぜひ、チャンネル登録まだの方はしてみてください。バイバイ。楽しかったよね。楽しかった。ぜひみんな真似してほしい。はい、はい、まあ今日の動画のね、内容でいくと、まあ言うとさっきもね散々言ったけど、まあ、ロンバーズテラスのあのフードめちゃくちゃいい感じなんで、うん、皆さんにぜひ食べてみてほしいっていうような感じでございます、うん、はい、ドリンクもね、フードもすごく良かったでございます、はい、バイバーイ。綿棒買ってねー。